309回も放送しました「手名前三度傘」ですけどもまあ,あたくさんのゲストがあの出演していただきました、えー、レギュラーがいましてそのレギュラーはそのシリーズごとに変わっていくんですけども主役の藤田誠さんそして、えー、コンビの白木みのるさんを、えー、中心にいろんなゲストが、えー、登場したわけです。で第第回回目目のののこには 大物としてはバンジュンザブロさんが出てくれましたでこのバン,ジュン・ザ三郎さんがなぜ藤田誠という、まあ、関西の新人のコメディアンの主役の番組に出てくれたかといいますとちょうどその時に東京の喜劇人協会に対抗して関西でも喜劇人協会を作ろうではないかというんで関西喜劇人協会というのが結成されまして。 その初代の会長にバンジュン・ザブロさんがなったわけですね。で東京の方の会長は榎本健一さんでした。その当時は間違いなく東京では榎本健一さんが喜劇の王様であり、えー、それに対抗してバンジュン・ザブロさんが京都の小築を中心に頑張ってたわけですね。二党兵物語とい アチャコさんとバンジュンさんがコンビなんですけれども、これはどちらかといえばあ看板的にはばアチャアチャコさんの上なんですけれども、バンジュンさんのバンジュンザブローさんの主役の映画でした。でこれが大変当たりまして、えー、シリーズ化されて、えー、今これもビデオで見れますけれども、二等兵物語たっていうのはもうお戦後おまあ。 敗戦のために軍隊ものといえば真空地帯であるとか雲流れる果てにとかそういうふうな戦争の悲惨さを訴える軍隊生活の辛さを訴えるものが多かったんですけどもこの二等兵物語というのは軍隊の 生活の中で何かも割と自由にというか自分の本能の重くのままに活躍する二人の主人公まあどちらかといえば落ちこぼれのの二人が軍隊生生活の中で生き抜いていくまあもちろんビンタとかいろんな軍隊での、まあ、そういうつらい生活はあるんですけどもそれが笑いにつながって見れるという時代になってきてたことは事実なんですね。だから昭和30年頃にはもう 戦後の雰囲気がだん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 そういうふうに変わっていった時代だったので大変ヒットするわけです。で万ブ三郎さんは戦前画のコメディアンなんですけどもその関西での活躍ぶりをなんとか東京に負けないでやろうというんで当時、まあ、関西で日本のハリウッドと言われました太秦の映画の映画会社のスタジオ東映そして大映。 そして松竹とこの3つの時代劇を中心にした撮影所があったわけですねそれが東京に対抗して時代劇を中心に作ってた中でバンジョン・ダブルさんは大変元気でコメディアンをみんな集めておい喜劇人協会関西に作ろうじゃないかって作ったその関西喜劇人協会のメンバーである藤田誠若手のメンバーである藤田誠の主役の番組だから。 関西経緯人協会の会の長としててはぜひ出てくださいということで私お願いに行って藤田真さんともに関西経済人協会の理事会に乗り込んで「是非出てください」と万丈三郎さんの親分肌に、まあ、頼み込んだら「よし出,出ようじゃないか」と。まあ、当時 映画の主演スターがテレビに出るってことはほとんど珍しいことだったわけですね。えー、ずっと NHK であちゃこさんのように、えー、ラジオからテレビ番組にずっとレギュラー持ってた人は別にして。純粋に映画だけで活躍している人は そういうふうにテレビに出るってことはほとんどなかった時代に万人三郎さんが出てくださいましたそれにつれて坂井凄二さんをはじめ当時の喜劇人協会に入ってたメンバーがゾロッと出てます例えば小中新喜劇の曽我那五郎さんも出てれば東映で活躍してた星十郎さんも出てれば岸田和夫さんも出てる石井金さんも出てる、もうすごいゲストがゾロッと揃ってで、まあ放送したというわけですね、うん ですから私にとってはその第1回目のこの「手名もやさん度傘」の時の緊張感というのはいまだに忘れられないんですけどもそれを皮切りに「手名もやさん度傘」はいろんなゲストスターが出るわけですねつまり万丈三郎さんが出た番組だからということがあってえ藤田誠は知らないけど出てやろうじゃないかというようなそういうキャスティングであったわけです。で ラインナップ見ても、えー、当時の大物がぞろ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 出てるんですけども不思議なことに関西のタレントはほとんど出ていないなそれが後に考えると寺前さんの傘がヒットした一つの大きな理由であったんですけども関西の喜劇人がどうして出てないかというとお次の番組も関西喜劇人総出演。 裏番組も関西景気層出演ということで生放送が建前のテレビですから掛け持ち不可能な時間に同じタレントが出るってことは絶対許されなかったんですね、えー、ビデオテープができてもそのルールだけは随分、えー、守られてました今のように裏表に同じタレントが出るようなそんな時代にはと到底考えられない時代で、えー、ともかく断りの理由はいくらでもあったわけですね、えー、藤田誠さんが主演をするか とといいうううことの以外にです、ね、そ断ううり方もでできたわけですねで私はそのころ「設楽社員」という番組やってましたんで当然ダイマルラケットさんにもその共演者である藤田誠が初めて主演するんだら出てくださいとお願いしてよし出てやろうではないかということでやっと出てもらったという戦いきもあります。えー、それから 裏番組とか次の番組でやってた関西の人気者である大村コンさんとか茶川一郎さんとか足屋がんのさんなんかがこの手名前さんとかさ方にゲストで出てくるのは1年も2年も後の話になるわけですでそんな中で、えー、1月の6日のお正月最初に来るお正月にゲストで出てくれたのが花火師あちゃこさんでした花、えー、こういうタイトルは姉御と親分というタイトルなんですけれども、えー 清水の次郎長に花火あ八ゃこさんがなって次郎長の女房長に当時、まあ、女性では人気になりました若水八重子さんまあ本当にあの面白いキャラクターでしたけれども若水八重子さんがお長になって八ゃこさんを花面引き回すかか殿下の清水次郎長というスタイルで出たのがこのお正月。この時に 視聴率が二十パーセント出まして東西で二十パーセント出てあ手直しさんとかやっとなんとか行けそうだという思いがしたわけです。これがちょうど静岡のところでまあ東海道やっと静岡までやってきてこのおかげであ江戸まで行けるなという思いがした忘れられない作品なんです。それから二百四十五回という時に調子の顔役っていうタイトルなんです。 これは私のカット割りの入った台本なんですけどもコンテの入った台本なんですけども、えー、こ,のこの時のゲストがフランキー酒井さんで、ね、フランキー酒井さんというのは当時もういろんなシリーズの映画をたくさん持ってました喜劇ではもう看板であり舞台でも大変なあまあスターでそのフランキー酒井さんが初めて出てくれた番組です。 で一番最後309話の時いざや回覧の時にゲストにたくさん最終回だっていうんで出てくださいましたけどこの時に山のようにゲストが出てるんですけどもフランキー堺さんが最後を飾って出てくれました。 で特別出出演で、えー、大丸ラケットさんも出てくれました、まあ、そ,うそういうキャスティングが組めたのも私が長い間コメディーの番組を一緒にやってきたからだという思いますけどもでこの表紙でお分かりのように「テ、え、な、ー、もや」っていうのはこういうシリーズによっていろんな表紙を考えてこれはあ終わりの方はカラーになりましたからカラーの表紙にしたというわけで一番最初の台本から見るとこういう「テなもやさんの傘のカラー」という。 個性の出る台本を、まあ、自分で一生懸命考えて作ってたんですけどもでこういう台本類の中で私が忘れられないのはこの「手名前さんの傘」特別ワイド版の東海道特急超特急シリーズといって作ったこの台本なんですけどもこれもコンテが入ってボロボロになってますけども実は昭和39年の年末に。 紅白歌合戦の裏にテナマヤをぶつけようではないかという企画が持ち上がりまして2時間、10時から12時までの2時間テナマヤさんの傘のワイド版を作りました。で、えー、それはどうしてそういうことになったかと言いますと、当時昭和39年にはですね、東京で常時30％、大阪では40％ずっと毎週取ってました。 これならひょっとしたら紅白に行けるんない「紅白」けるは当時80%以上の視聴率をずっと毎回取ってましたそれ、えー、に一が報いられればということでまあやったんですけどもレギュラー番組をやりながらもう,もう2時間番組を作るわけですからもうスタッフもうそれこそもう毎週毎週のレギュラー番組をとりながらですねこの特番を取ってたってでもなんか何か何日も寝なかったという記憶があります。で名前ささんんのがそののは本当にたくさんのゲストでい、まあ 踊られてたと言いますかたくさんのゲストが出てくれました、えー、その第一期は、えー、ともかく笑わせよう、えー、最高のコメディ番組を作ろうと意気込みに燃えてましたから、えー、コメディアンを集めて、えー、藤田誠さんのあんかけの時次郎と勝負するという形で、えー、本当にもう命がけでギャグ合戦をしたという思いがありますで。 視聴率を取って江戸まで来ましたで、今度は大阪へ帰ろうっていうシリーズが作れることになったときに、えー、さらに視聴率を上げようじゃないかということを考えたときに人気のある若い歌手をゲストに入れるっていう手があるのではないかと思いついたわけですね当時明星とか平凡の表紙を飾ってた人たちがいっぱいいましたけれども,も一般的にテレビで歌番組しか出てないわけですでコメディとかそういうところにあんまり出てこなかったんですけれども あえてそれを起用しようではないかということで一番最初に起用したのが当時人気だったススリーーファンキースんですねこの鳥を大変な人気ある若者がもういっぱい押し,押しかけましたそれまでの「手名もさん」の朝の公開放送と全然違う空気がそこにみなぎってそれが画面から出て若い層をずっと集めたんですね。ですからその影響ががあって新人が デビューしてくると手名前にまず出してもらわなきゃいけないということがあって一生懸命レコード会社があ売り込みに来て、えー「この新人はこれから飲みますからぜひ手名前でで絞いてほしい」って言われて、えー、数人出した覚えがあるそんな中で今御三家と言われてる橋幸雄さん船木一夫さん西郷輝子さん、えー、の中で橋幸雄さんだけはもう当時スターで舞台にも映画にも出てましたからこの人は別格なんですけども船木さんとかそして西郷さんは。 全くデビューの時にデビュー曲であった船、えー、木さんは高校3年生をちょんまげをつけて着物を着て歌うというこのこの違和感ミスマッチがまた面白いということで若い人たちは見てくれましたただ、えー、大変、えー、それまでの手名もや不,不安の方には不評でしたあんな下手な演技を見たいためにテレビを見てるんではないということを言われましたけども視聴率はうなぎ登りに上がっていきました。えー 西郷とエルコさんが若侍に奮して鹿児島から上京してきた若侍に奮して道中の中で出てきて星のフラメンコを歌います腰を振りながら歌うわけですねそういうのもあの年配の方には品質を買いましたけど若い子はキャーキャーって喜ぶというそういう不思議な雰囲気が手のもやさんだの話を一つ別の番組に仕立ててたんだと思いますただタイガース人気絶頂のタイガースが出た時それからスパイダーズが出た時マッ 全くセリフが聞こえませんでしたもうキャー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 でどうしようもなくって音声が取れないっていう状況の中で、えー、取り直した取り直しをした覚えがあ,るありますけどもともかく、えー、もうすごい熱狂的なファンが来てもうコメディーなんてそっちのけでただ二人が手の間屋さんとかのコンビニである藤田真子と白木稔さんが出てきたってもうあのそんなこと目じ,ゃ目じゃないわけですね。えー、その時はタッと言って言うんですけども もうタイガースが出てきた途端に「いやー」っていうでもう何にも聞こえなくなるそんなふうな雰囲気もありました、まあ、ですからその若,若い歌手を人気歌手を入れるっていうことの面白さプラスもあるんですけどそういうマイナスもありました。まあ、ともかくあのゲストにはそれこそいろんなゲストを迎えてあの手の前さんのお母さん毎週毎週構成していったんですけども、まあ、新人歌手が登場するときに。 初めてかつらをつけて初めて、えー、着物を着て初めてセリフを言うっていうのは大変難しいことなんですね。そんんななにうまくいくいいわけはないんですですから、えー、この DVD の中に入ってる歌手の中でもう本当に、えー、今は大変な大歌手ですけどもどうしてこんなに芝居が下手なのと思われるかも分かりませんけどもしかしそれはもう本当にデビューした時のもう 初めての仕事が人気番組の寺屋さんの傘だったということで大変興奮しもし上がりもし青ざめもし,している状況の中で本番を迎えるというような雰囲気であったということだけ分かっていただいてまあ多少は割引して見ていただくというかえまあ楽しんでいただければと思います。ベテランのの人たちはもう落ちは落着き払っててつつけるのも慣れてますし 手の前の雰囲気にも慣れてましたから堂々とした演技を見せています、まあ、そんな面白さがあると思いますともかくこの番組がスタートしたときに、えー、10代だった人たちが今、えー、いくつになってんでしょうかもう50過ぎて、えー、この DVD を見たときにあ懐かしいなという思いもあると思いますしかし、えー、40代以下の人はこれ初めて見ることになると思います初めて見たときに、えー、今あ言ったような、えー、演技の まずさとかなんでこんなに緊張してるんだろうとかいうことがどうしても分からないと思います今のテレビっていうのは若い人でものびのびと出てますけどもしかしあの当時、えー、歌手は歌手役者は役者コメディアンはコメディアンというのはっきりまあ分業っておかしいんですけど自分の占めるパートがあったわけですね。それを 全部混合して一つのバラエティショーにしようという考え方がありましたからそのバラエティショーという考え方が受けて手名前の視聴率を支えてくれたんだと思いますけれどもそのバラエティショーの中での歌手が。 今のように非常に度胸もあり慣れもしているということではなくて非常に日本的なポジションにあったということですねアメリカなんかではミュージカルをやるというには芝居もできなきゃいけない全部できなきゃいけない踊りもできなきゃいけないということがありますけど日本ではまず以前は歌がうまければ歌手になれるということがあったわけですね。とところが今はももももう歌も踊りも芝居もできないと でなないいという時代になって,きてやっとアメリカに近づいてきたんだと思いますですから手の前さんとかさんはある時代の日本のある時代のテレビのまあバラエティの一つの典型だと思って見ていただければまあ許していただけるんじゃないかと思います。